芝義兼の一生。1540年に終わり、芝義宗の長男として生まれる。芝氏は室町幕府将軍足利氏の一門で、管理職に任ぜられる名家であった。そのため別名、芝武英家とも呼ばれる。だが次第に没落し、父、義宗は尾張守護大名であったが、祖父、義達が約25年前に大敗して以降さらに没落。台頭した重臣、織田一族の傀儡と化していた。そのため大名としての実権は全くなかった。15歳の時に父、義宗が殺されたことにより家督を相続する。義兼が川狩りに出かけた際に、実権を握っていた織田信友が父を襲撃し殺害。義兼は、信友と権力を二分していた織田信長の元に逃げ、最終的に信長が信友を討ち、以降は信長庇護下になる。その後信長によって形式的な尾張守護にさせられる。三河、吉良氏との同盟のためである。しかし義兼は吉良氏と共に、次第にかつての権威を取り戻すために信長を排除しようとした結果、計画を信長に知られてしまい逆に尾張を追放されてしまった。これにより大名、芝武英家は滅亡してしまう。その後義兼は河内、畠山高政の元へ行き、しばらくして津川義親と改名し、その後信長と和解し、信長に仕えることになった。後に娘を信長の弟、信兼の長男、信繁に嫁がせる。弟、義冬が信長の次男、信勝の家老になるなど関係は親密になり、津川家は厚遇されるようになる。しかし43歳の時に信長が明智光秀に殺されてしまう。本能寺の変。その後の義親は信勝の下につき、織田家の中で台頭してきた羽柴秀吉と衝突する。小牧、長久手の戦い、義親は松ヶ島城を守っていたが、小作り長政らに攻められて降伏。以降は秀吉に仕えることになる。元名家であった義親は、秀吉の元で主に外交面で活躍する。元室町幕府将軍、足利義明らと共に乙義衆となる。芝文家は東北にもあり、宗家として陸奥、伊達政宗らと交渉した。しかし51歳の時に秀吉の怒りを買い失脚してしまう。相模、北条氏名を必要以上にかばったためである。後に赦免されたものの、かつての影響力はなくなってしまう。その後61歳で死去する。次男、鹿年は後に江戸幕府を開く徳川家康に仕え幕臣に。三男、達津は小倉藩細川氏に仕えた。真偽は不明だが、加賀藩士となった津田正勝は義親の子と言われており、子孫は明治になり芝氏に服した。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。